あれこそホワイト？いや違う、普通のブラック。7年前私たちが出会った15歳の少女がいます。笑顔の裏に抱えていた深刻な悩み、洗濯、掃除、調理、自傷行為しそうな時やちょっと危ないものを隠したりとか、精神疾患のある母親のケアを続けるヤングケアラーでした。そんな時見つけた居場所、それが未来を開く一筋の光になりました。札幌市の大学生尾崎瑠奈さん、精神疾患のある母親のケアを続けてきました。母親の代わりに2人の弟と家事を分担していました。小学2年生ぐらいの頃から結構うつの症状とかもひどくなってって、洗濯、掃除、調理、母親が調子悪い時は病院に付き添ったりとか。ルナさんのように家族に代わって家事や介護を担う子供をヤングケアラーと言います。中学生の17人に1人いるとされています。母親の直美さんは家で自傷行為をすることもありました。そのケアもルナさんの役割でした。自傷行為しそうな時はちょっと危ないものを隠したりとか、ターゲットが自分にされそうな気がしてちょっと怖くて、母親の直美さん、症状を子供たちに説明することは難しく孤立していました。子供たちに分かるように説明するっていうのが難しい。うちの母さんは何にもしないでただ寝てる人っていう言われたことはあります。ルナさんの心の支えになった場所があります。生活保護や一人親世帯の子どもの学習支援を行う認定 NPO 法人カコタムの教室です。勉強や食事、仲間やスタッフと過ごすうち家庭の悩みも話すことができるようになりました。家庭には何らかの問題を抱えている子どもが多いので、たまに愚痴を言ったり、一緒に遊んでるだけでなんか気が紛れたりとか、そういういい友達と巡り合うことができました。高校2年生の時には大切な場所がもう一つできました。カコタムが一軒家を借りて作った子どもたちの居場所、ゆる基地です。母親との関係が悪い日もここに来ると安心しました。カコタムの代表、高橋雄三さんです。家庭との距離を置くためにゆる基地で過ごす時間っていうのを提案したのは覚えてる。支えてくれる存在がいないと、正直ここまで生きていたかもちょっとわからないレベルなので。勉強を続け大学に合格、夢はリハビリなどを担う作業療法士です。一人暮らしを始めて距離ができたことで母親との関係も安定してきたと感じています。この春大学を卒業しました。作業療法学専攻、尾崎瑠奈。卒業式に駆けつけてくれたのは母親の直美さんでした。いろんな苦労をしなくてもう良かったはずの苦労をさせてきてしまったので、申し訳ない気持ちはいっぱいあるんですけど、それでも心
ここまで立派に成長してくれて言葉が出ないです。最後の卒業式見てもらえてよかったかなと思います。4月から作業療法士として病院で働き始めました。まずこちらの方で練習していきましょうか。はい、一度立ち上がっていただきます。働く傍らカコタムで学習支援のボランティアもしています。子どもたちの気持ちに寄り添います。いつもいる人だけど、なんか話したらいろいろ話聞いてくれるなっていう、まあ身近なお姉さんというか。ヤングケアラーが居場所を見つけ、自分らしくいること、それは孤立する家族にとっても大切なことだと感じます。家庭の中になんか一歩でも入ってくれるような大人がいたら、子ども側としても助かると思いますし、保護者もなんか相談できる相手ができたら、なんか不安を抱え込んだりとかしないのかな。安心できる居場所、信頼できる大人、今度は自分がそんな存在になろうとしています。